こんにちは、かけぽんです。今回ですけども、その機関工がきついのか、どんな仕事をするのかってめっちゃ気になってる人が多いと思うんですよね。で、今回はその機関工の、組み立て工程でやる作業内容を、なんか自分がめちゃくちゃ過去にやってきつかったので、それを話したいなっていうふうに思います。機関工ってめちゃくちゃ辞める人が多いんですよね。こう10人入ったら半年後ぐらいには1人か2人ぐらいしか残ってないんですよ。自分が働いてた工程とか自分と同じ工程の人がいきなりなんかライン作業中に逃げて走り出したんですよね。そう、そのぐらい精神的におかしくなるようなこう現場なんじゃないかなって思うので、めちゃくちゃ機関工ってなんか年収400万稼げたりとか、料費無料だったり、入社祝い金が40万円だったりしてめちゃくちゃ稼げるじゃないですか。だからそれだけなんか収入が高いってことは裏があるんじゃないのかって思うじゃないですか。そう、裏があるんですよ。めちゃくちゃきついんですよ。多分精神的におかしくなるぐらいきつくて、だからどんな感じなのかっていうのを、まあ体験談をね話したいなっていうふうに思います。まあ機関工っていうのは基本的に自動車メーカーで働いてるんですけど、自動車ってなんかどうやって作られるかっていうと、まあ最初は自動車って鉄じゃないですか。で、鉄がプレス工程でプレスされて、その後なんかボディ工程っていうところに行って、でその次塗装に行って、そこから組み立てに行って、そこから検査工程に行くんですよね。で、この中で一番配属されやすいのが、多分一番きつくて人が多く必要な組み立て工程だったりするんですよ。組み立てでやっぱり一番大変なのっていうのは、基本的にこうライン作業なので間に合わないんですよね。とにかくラインのスピードが速いっていうところですね。ラインスピードが速いっていうか、タクトっていうのが決まってて、1台何秒で作らなきゃいけないのかっていうのが、工程ごとに決まってるんですよね。だからどっか一つでもこう作業が掛け合わなくてミスっちゃったりすると、どんどん後ろに行っちゃって、作業がめちゃくちゃやりにくくなったりするんですよ。しかも後ろには後ろでね、頑張ってる作業者がいるので、その人たちの邪魔になったりするわけですよね。だから基本的に本当に的確に作業してないと間に合わなくて、例えばボルトを4つ取って、そのパーツをきちんと自動車本体にドライバーとかでつけていくみたいな、その流れが本当に無駄なくできないと絶対間に合わないっていう風な感じですね。まあ、だから初めて機関工になった人っていうのは、その作業が本当は10秒でやらなきゃいけないけど、20秒でしかやれなかったりすると、もうどん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 遅れちゃうので、間に合わないし、自分自身もきつくなっていくんですよね。で、そういうことを何回もやっていると、本当手がバキバキになって、体もおかしくなるんですよ。だから本当にこれは体で覚えるしかなくて、1ヶ月とか2ヶ月頑張って、最初から本当に組み立ての作業ができる人の本当になんか神だと思ってて、手がめちゃくちゃ器用な人じゃないと、なかなかその最初の数週間で完璧にその工程をマスターできるかっていうと、本当に無理だと思うんですよ。自分は日産自動車だと組み立て工程で働いてたんですよ。なんか車の下ですね、車がなんか宙に浮いてるんですけど、宙に浮いてこうジーってなんか流れてるんですけど、その車の下の部品をつける工程で働いてて、その時はめちゃくちゃ大変なのか、まあ、自分が多分不器用だったんでしょうね。もう本当になんか6ヶ月ぐらいかかりましたよね、完璧にできるの、一人で完璧にできるのが。で、1年ぐらい経った時でも流されてましたもんね。まあ流されるっていうのは、全然作業が間に合わなくて他の人に手伝ってもらったりするんですけど、それぐらいやっぱり自分が作業やってる時にこう何か一つミスっちゃったりすると、全然間に合わなくなっちゃったりするんですよ。だからそういうところがやっぱりライン作業組み立てっていうのはすごい大変だっていうふうに思いましたよね。だって自分も間に合わなかったから、もう今だから言えることなんですけど、もうその辺の道具箱とか置いてあるんですよ。もうなんか自分間に合わなくて、なんかイライラしたりとかしてて蹴ったりしてましたからね。それぐらい現場っていうのはピリピリしたりすることもありますよね。そしてあと組み立てで大変なのはやっぱりボルトの焼き付きですね。部品を自動車に取り付けるためには、インパクトっていうんですけど、インパクトを使ってボルトを締めていくんですよね。で、そのボルトを締めるときに、やっぱり慣れてない人ってボルトが焼き付くんですよ。それがね、本当に大変だったですね、自分も。まあ、焼き付くっていうのは、要するにボルトが穴に対して正しい方向に入ってない状態でインパクトのレバーを引いてしまうと、きちんと入らなくて途中で止まってしまっちゃったりするんですよ。まあ、それをなんか焼き付いた状態っていうんですけど、
まあ、その状態にしとくときちんとパーツが止まってないので、不具合なんですよね。だからきちんとその焼き付いたら作業者他のリーダーの人を呼んでその焼き付きを直してもらわないといけないんですよ。まあこれはタップっていうんですけど、焼き付いた穴っていうのはおかしくなってるんですよね、無理に閉めちゃったから。だから基本的にタップを使ってその穴をきれいにしてもらうんですよ。その後にきちんと自分でボルトを締めるっていう風な感じなんですけど、ボルトってやっぱり締めるときに X 軸と Y 軸といろんななんか軸があるんですよね。だからこの斜めの穴に対してきちんとやっぱりボルトを入れないとちょっとね斜めになってたりすると焼きついちゃったりするんですよね。これはちょっと現場に行かないとわからないと思うんですけど、初めのうちは本当にボルトを締めるっていうそれだけでもやっぱりちょっと苦労するのかなっていうふうに思うんですよ。やっぱり自動車ってなんか部品が1万点だったかな3万点だったか分かんないんですけど、それぐらい部品があって、工場内のライン作業っていうと本当に何千人の人が働いてるわけじゃないですか。だからその中の例えば1人でも不具合を出しちゃうとすごくまずくて、その不具合を放っておいたら後で大変なことになるじゃないですか。だからそのボルト1つ締め忘れだけでも本当に大問題になるんですよね。そう、ボルト一つ締め忘れてなかっただけでも3時間サービス残業して残って始末書を書かされたりするんですよね。特に上の正社員の人たちが自分たちの代わりに。だから本当になんか一つのミスも許されないみたいな、それが、機関工自動車メーカーの現場ですね。時々なんか機関工が作った車なんて乗れるかよってそういう風にネットで書かれてたりするんですけど、実際はそんな機関工とか社員とか関係ないですよね。結構、みんな真面目に自動車を作ってますよね。でまあそんな感じでやっぱりね不具合ですって言って何回も何回もやっぱり呼ぶんですよ。ここ間違えましたとかミスしましたとかってね呼ばなきゃいけないんですよ。でもやっぱりね呼んで、副リーダーみたいなちょっと正社員のちょっとできる人みたいなのが来てくれるんですよね。直しに手直しに。でやっぱり嫌な顔されますよね。またこいつ失敗したのかよみたいな。まあ最初のうちはいいんですけど、3回も4回もやってると結構嫌な顔されたりするんですよね。で嫌な顔されたらこう失敗しましたって手を挙げづらくなってね不良を流しちゃうみたいな新人の人が結構いたりするんですよね。まあベテランもいるんですけど、まあだから自分が間違ってしまったのはしょうがないみたいな、だから10回ミスしたらもう10回とも手を挙げて正直に謝るしかないですよね。まあ逆にトヨタ自動車とかはそういうのがちょっとダメなんじゃないって分かってるから、逆にトヨタとかは呼んでくれてありがとうみたいな感じなんですよ。トヨタ自動車でここミスしましたってね作業者が呼ぶと副リーダーがやってきて、自分がなんかこういうとこ間違えましたってミスの内容を言ったら、あ、呼んでくれてありがとうっていう風にリーダーは言ってくれるんですよ。ちょっと変わってますよね。まあ機関工の作業っていうのは本当にやってれば絶対慣れてくるので、そこは問題ないと思います。あとは手が痛いですよね、組み立て工程。やった人ならわかると思うんですけど、やっぱりね絶対手は痛くなりますよね。でそれで自分が1日にどれぐらいボルトを打ってるのか前確かめたんですよ。その時日産で自分組み立てやってた時は1台あたりに11本ボルトを打ってたんですよ。で1日に例えば500台車を作るとしたら1日で5500発で1ヶ月で13万2000発6ヶ月で79万2000発で1年で158万発みたいな、それぐらいなんかボルト打ってるわけですよ。で例えばなんかボルトじゃなくてスクワット、組み立て工程の人ってしゃがんだり立ったりするわけですよ。例えば1台につき3回しゃがんだり立ったりしてると仮定すると1年間で43万2000回もスクワットしてることになるんですよ。だからそんななんかねそんな1日にこう何千発もやっぱりそのねボルト何万発もやっぱねインパクトボルト打ってるとそれは手もおかしくなりますよねと思いますよね。だから基本的にライン作業で働くとまず最初に腱鞘炎になるんですよね。同じ手の動きをしてるとなっちゃうやつで、その後にバネ指になるんですよ。これがね結構厄介なんですよね。まあ基本的にバネ指になると手のここら辺がカクカクになっちゃうみたいな、ちょっとここら辺の動きがおかしくなっちゃうんですよ。だから自分結構その朝とかも起きてすぐはなんか手がグーの状態で全然開かないみたいな、こわばってるみたいな感じなんですよ。だからお風呂場に行って、お湯で手を流してほぐすみたいな、それがなんか毎日の日課でしたよね。
まあでもその手が痛いからって言ってやっぱりライン作業って基本的に休めないので、そういったところがやっぱり大変ですよね。で次自分が大変だなって思ったところはやっぱり時間との戦いですよね。間に合わないとかそういう問題じゃなくて、なかなかこう時間が過ぎないっていう、基本的にその自動車メーカーのライン作業って2時間おきに休憩があるんですよ。2時間したら10分休憩で、2時間したらで昼休みの休憩1時間休憩があって、また午後から2時間やって10分休憩みたいな感じなんですけど、なかなかねそのライン作業っていうのは時間が経たないんですよね。やっぱり他のね、自分がこう能動的に動いてる人たちっていうのは自分の好きなことだったりとか夢中になれることをやってるので、こう時間がどん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 過ぎていくんですよ。サッカー選手とかもそうじゃないですか。やっぱり機関工ね、ライン作業っていうのは全然別なんですよね。結構仕事したなみたいな感じで時計見たら15分しか経ってないみたいな感じなんですよ。だから本当に時間との戦いですよね。しかも別に作業中にそんなに何かのことに対して考えてるわけじゃなくて、考え事っていうのは基本的に2割ぐらいしかしてなくて、残りの8割は無心でやってるわけですよ。そりゃなんか確かにやりすぎるとバカになるよなっていう風な感じなんですよ。本当にライン作業ばっかりやってると頭の中空っぽになるっていうか、人と話すのが苦手になる。つまりなんかめちゃくちゃ悪く言うと自分もバカになったなっていう風な感じだったんですよ。そう、本当に思考停止状態ですよね。はい、今回はそのこんな感じで、機関工の組み立て工程はどんな作業をするのかっていう話してきたんですけど、まあ、基本的に結論楽ですよね。楽なんですよ。やっぱり最初のうちは、最初の1ヶ月とか2ヶ月っていうのは本当に精神的に肉体的に大変できついんですよ。まあそれは事実で本当に辞める人も多いんですけど、そこをこう乗り越えて6ヶ月とか1年ぐらい働いてると結局楽なんですよね。何も考えなくても単純作業をして、別になんか自分で何か考えて行動しなきゃいけないわけじゃないので、しかも上司から何かやれって言われるわけじゃなくて、こうライン作業っていう機械通りにただ動けばいいだけなんですよね。機械と同じようにただ動けばいいだけなので、最強に楽な職業なんですよね、ある意味。だから基本的にその6ヶ月とか1年ぐらい働いてれば楽だなっていう風に感じると思います。この楽な作業をやってて、こう年収400万以上もらえて、めちゃくちゃなんか高い給与もらえるので、それはなんか機関工ループ機関工何回もやっちゃう人がいるっていうのも分かるし、この作業この仕事をこう長くやりすぎるとライン作業しかできない人間になるっていうのもやっぱりなんか分かるような気がするんですよね。まあ、だからなるべく機関工っていうのは6ヶ月とか1年、まあ最高でも3年ぐらいまで働いてしっかりお金を貯めて辞めるっていうのが一番いいのかなっていうふうに思います。ということで今回は、組み立て工程で働いた自分の体験談を話してみました。他の機関工に関するこう情報とか待遇に関する情報は概要欄に貼ってありますので、ぜひ見てほしいなっていうふうに思います。それではカゲポンでした。